独身貴族、はい、人は判断力の欠如によって結婚し、忍耐力の欠如によって離婚し、そして記憶力の欠如によって再婚する、うん、なるほどね、うん、なるほどなんですかねいわゆるなかなか結婚しない人たちを、うん、まあドラマの主人公にするっていうのもね、うん、まあここまで続いてくると、はい、もうええやないかと、うん、特に今回の主人公星野守に関してはね、いやいや、まあ、本人が好きで独身を貫いてるし、うん、結婚しなければいけないよって周りが言うほどのね、うん、そういう切羽詰まった感はないわけだし、まあまあね、うん、日本全体で言うとね、うん、人口も減ってきてるしね、うん、子孫繁栄というのは大事なことやと思うんですけれども、うん、本人嫌なもん無理やりしてもそやから離婚するんですよねこんな難しい理屈じゃなく、うんうん、でまあ演じている草なぎ剛自身がね、うん、それこそ独身貴族を地で言ってるようなところもあるから、はい、ちなみに結婚観ということに関して、はい、草なぎ剛自身は公式サイトのインタビューで、はい、日本では今未婚率が高いそうですので、このドラマを見て結婚したいと思う人が少しでも増えたらいいですよね。人は一人では生きていけませんし、愛する人がいて結婚するというのは素晴らしいことですから。実はこの作品は牧野プロデューサーをはじめ多くの独身のスタッフによって作られていますので、そのリアリティはすごいものがあると思うんです。生半可ではない、人生をかけてドラマを作っているというのが感じられるんです。今回そういう方々とお仕事ができ、しかも結婚したくない男の役を僕に当ててくださったということに皆さんの気持ちを強く感じています。すごく頑張りたいと思わせてくれています。やっぱりそうですよね。本人そんなに結婚願望はないっていうことも伝わってくる、うん、で僕自身結婚に関しては憧れはあるんですけど、現実となるとちょっと、早朝暗い中でトイレに起きた時にふと結婚してもいいかなと思うこともありますけど、それ以外はないですね。その一瞬は少し寂しいのかもしれないですね。今はそう思っていますけど、そういう人が現れたらパッとしちゃうかもしれないですけど、うん、結婚したくない理由は守と全く一緒です。守のセリフに、女性とは送り届ける生き物であって生活を共にする生き物ではないというのがあるんですけど、リアリティがあるなと感じました。僕自身年齢を重ねるたびに一人って楽だなと思いますので、うちのメンバーの中井くんもよく人とは生活できないと言うんですけど、僕もそうですね。中井くんは僕の先輩の独身貴族ですので、今回の役を演じるにあたっても参考にさせてもらいたいですね。で、なんといってもやっぱりそれなりの財力も必要。そうですね。お金があればね、すべて外食でもね、なんとかなるしね、それこそハウスキーパーさんを雇うことだってできる。でまあ、今回のドラマの内容もね、そのハウスキーパーさんというか掃除できてた人がね、原稿を置いていったみたいな話になってたじゃないですか、うんうんうん、で、原稿なら、うん、こう電話をして呼び出してっていうのもわからんでもないんですけれども、うん、あの端にも棒にも書かれへんような原稿がね、僕も内容は知らないですけれどもそれをこうわざわざこう呼び出してする必要性で黙って結局使ってたわけでしょ、うんうん、確かにまだ公表されてない出来上がった原稿が目の前にあって、明日それが必要だっていうことになったら背に腹は変えられないっていうことになるのかもしれないし、うん、大物脚本家10年ぶりの執筆っていうことに価値があるんであって、はい、内容は二の次だと、うん、そういう傾向が現実にもあって不思議はないからね、はい、うん、まあそのあたりのリアリティっていうのがこのドラマの生命線にはなってくるんだけど、でまあそんな中で大物脚本家高倉雄二を演じていたのは津川雅彦、はい、でも最初は別の俳優が演じることになっていた、はい、それは石田太郎さん、はい、新刑事コロンボの主人公コロンボ役の吹き替え声優で知られていて、俳優としても数々のドラマに出演、渋い演技の名脇役っていうポジションが多かったんだけど、なんと脚本家役で第1話ゲストとしてロケに参加している時にプールの中で意識を失って、そのまま帰らぬ人となってしまった、うん、フジテレビの関係者によると、うん、石田太郎さんはこの日神奈川県内の屋外プールで行われた撮影に参加、午後1時頃に水着姿でプールに入っていたが、カットがかかった後に自ら出ようとした際意識を失った、うん、その様子を見た周囲の人が石田さんを引き上げ病院に救急搬送、懸命な治療が施されたが死亡が確認されたという、うん、
ってことは当然草薙くんも近くにいてたってことですね。そうね、うん、まあだから相当ショックを受けた、うん、でも第1話の完成を目指してその後も撮影は続けなきゃいけない、うん、ということで石田さんのご遺族の意向もあって2日後には撮影を再開、うん、当然石田さんのシーンに関しては撮り直しということで同じ事務所の津川雅彦さんが代役を引き受けた、はい、まあプールという設定に関しては川べりに変更されてはいたんだけどストーリーに関してはそのままで演じた津川雅彦さん自身僕の友人の弔い合戦で出たわけですからなんとか立派にやり遂げたいと思って頑張りました。太郎ちゃんに恥じない芝居ができたかどうかはちょっと自信がありませんけどご迷惑をかけた草薙さんと一緒にできたことが僕は嬉しい。で草薙剛自身もちょっと特別な形での共演でしたが心から感謝の気持ちを津川さんに言いたいです。長台詞で覚える期間も短かったのに素晴らしい演技をされました。プロ根性ですよね。で気になる視聴率は 12.6%。 まあぼちぼちですね。ということで何はともあれ独身貴族これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、